はい、皆さんこんにちは、竹虎ユンダメです。さて今日皆さんにご紹介したいのはこの竹カゴです。ずいぶん前に作ったカゴなんですけれど、結構ね、日陰で大事に保管してましたんで、まだ綺麗な色ツヤを保っています。この青さだとひょっとしてね、マダケで作ったんじゃないかと思われる方が多いんじゃないかと思うんですが、実はねこの僕の後ろに今ずっとあります、これ妄想竹です。実は妄想だけで作った竹ザルなんです。で、皆さん妄想竹とマダケの違いってご存知ですかね。基本的にねこういった竹かご、竹ザル、ほとんどやっぱり作りやすいマダケで作ることが多いです。でもね、高知県は割とその漁師の妄想竹が多くて、まあ、マダケが比較的少ないので、妄想竹でこういったカゴも作ってしまうっていう文化が残っているんですけど、これ見てください。これがね、今年伐採したマダケです。節が2つあるでしょ、節が、それに対してね妄想竹っていうのは特徴があるって節が1つですよね。これがね大きな違いで、これでね妄想竹とマダケっていうのは見分けられるんですけれど、サイズがですね、これね実はサイズがね結構楕円形になってまして、大きいところで67センチ、狭いところでこれ63センチですね。63センチというこの当て口の部分見てください。この節の部分もこうかっこいいでしょ、がっちり編み込まれてます。この厚さ、ちょっとやそっとの使用ではびくともしない妄想竹を使って、しっかりと作り上げた竹ざるです。こういったね大ぶりの竹ざる、こういうのも作る職人さんっていうのも随分減ってですね、本当に貴重な竹細工になっています。今回限定1個のご紹介です。下の概要欄にですね、いつものように詳しい詳細を載せておりますので、ご関心のある方はぜひですね、アクセスしてご覧いただきたいなというふうに思ってます。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。